ホーチミン市中心部から南西に広がる8区。約20平方キロもの広大な面積を持つ区ですが、観光客のみならず在住者であっても、この区に用事がある人はほとんどいないと思います。ベトナム人でも行ったことないという人の方が多いですね。なぜなら治安が良くないから。実は以前、ハチ区に来たことあるんですよ。瀬戸前の水上フラワーマーケットを見に来たんですけど、その時はまだ本番じゃなかったみたいで期待外れでした。なんか、廃れてるというか、すさんでるな。事前情報として、こちらのファムテイヒエン通りが、スラム化しているというのを聞いております。バラされて文房の具にされたくないのなら、あまり8区の奥には行かない方が良さそうですよ。立派な教会が現れました。8区はクリスチャンの方が多いそうです。4区の寿司港を思い出す露天スタイルの寿司屋。いきなり巨大ビルが現れたけど、幻覚かな？ショッピングモールがオープン予定みたいですね。オープンしたら、8区の生活も大きく変わりそうだな。と思ったら、もともとは2019年オープンの予定だったっぽいです。どうした？なんと、8区にすき家がありました。英語ペラペラの店員さんもいるし安心感半端ない。突然日常に引き戻された感じがするな。唐揚げ丼。セゴ丼気分で10万丼。ホーチミン市というより、そこそこ栄えた田舎に来たって気分。こういう路地裏は東京の下町にもあるよね。江戸川区とか。ヘムの中に可愛いカフェを見つけたよ。飲み屋カフェ。飲み屋なのかカフェなのかどっちなんだ。オーナーさんから直々に、来てくれてありがとうございますって言われちゃった。いやー、照れますな。オーナーさんは以前日本企業に勤めていたそうで、流暢な日本語をお話しになります。会社を辞めて念願のカフェをオープンなんて夢があるな。店内では程よい音量で J-POP が流れていて落ち着きます。ちなみに、飲み屋とは、飲み屋のことではなく、喜び、愛、幸せ、アットホームさで溢れる、そんな場所のことらしいっすよ。くっそ狭い歩道を歩いて、橋の向こうまで行くよ。行ったね、川。道頓堀がこれだったら、阪神ファンさえ飛び込まないだろうね。橋を渡ると、いくつかレストランがあります。牛肉と牡蠣、いいね。注文したはいいものの、どうやって食べればいいかわからない食べ物は久々だな。とりあえず全部鍋に入れたらいいのかな？多分正解っぽい。旨辛で美味しい。えのきが意外といいアクセントになってる。バインミーをタレにつけて食べるのも良き。牡蠣、縮んじゃったな。ごちそうさまでした。雨降ってきちゃった。ああ、もうめちゃくちゃだよ。どうやって帰ろうかな。